ッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJ ブラバーズの皆さん、こんばんは。TJ4.0 アリケータでございます。やっぱね、あれですね、先週はですね、お休みちょっといただいて、ちょっとバタバタしていたのでお休みをいただきましたということで、今回の TJM はですね、2週間ぶりということなので、皆様、お久しぶりでございます。どうでしょう、皆さん元気にしていましたか？どうですか元気にしていましたか？元気な人は、ぜひ、このグッドマークとかなんかいろいろ、あとはですね、なんか Facebook だといろいろできますので、ニコちゃんマークとかもできるんですよ。あとはハートマークとかもできるので、元気な人はぜひぜひ、よろしくお願いします。なんかこう、リアクションをしていただけると嬉しいなというふうに思っているんですけれども、2週間ぶりですよ。あ、なんかすごいわさわさ来ましたね。わっさー来ましたね。2週間ぶりっていうことなので、まあ、もうね、9月入っちゃいましたよ。ね、9月4日の、日曜日なんですけれども、相変わらずちょっと暑いですよね。ちょっとね、これね、実はちょっと、これ、ポッドキャストで聞いている人はね、わからないと思うんですけれども、まずですね、ちょっとこれ何やってるのかっていうのをちょっとね、毎回やってますからね、ちょっとザクッと説明していきましょう。TJM4.0、何なんだと。お前一体何なんだと。あ、はい、僕はですね、アリ・ケイトと言います。これ本名なんですよ。たまにですね、なんて言うんですか、芸名じゃないのとかっていう風に聞かれるんですけれども、これ、アリっていうのがですね、なんと本名なんですよ。僕もですね、今まで生まれてきた中で、アリさんっていうのはですね、もう本当に、まあ、それこそあれですよ、海外のね、モハメドさんとか、そういった方とかにしか会ったことないんですよ、アリ。で、このアリっていうのも、本当にこれ、本名なんですよ。本当に本名なんですよ。でですね、僕のね、このアリっていう名前がですね、実は京都の福知山にお墓があるんですよ。アリ家の墓っていうのがあるので、皆さんもしですね、興味がある人はですね、アリさんの墓って何なんですかみたいなのがある方はですね、ぜひちょっと僕に勝手に聞いてみてください。意味わかんない話になっていますけれども、僕本名です。なので、芸名でも何でもないです。なんでタレントでも何でもないです。本当に普通の一般人なんですけれども、アリ・ケータがですね、とりあえず T、じじって J、見た M ということで、僕がですね、勝手に、毎週ですね、こういうニュース面白いんじゃないか、こういうニュースについて僕はこう思います、あなたはどう思いますかと、毎回ですね、それをですね、やっています。毎週やっています。 Facebook ではですね、 4.0 っていう風になっているんですけど、 4.0 一体何なのかと。昔はですね、 YouTube で、とりあえずじじってみたという風に、というものをやっていたんですけれども、今ですね、これ Facebook でやっているので、ポッドキャストでもやっていますので、 1.0、2.0、3.0、4.0、 どんどん進化しているっていうことなんで、ね、パソコンと一緒です。パソコンとかソフトウェアと一緒です。どんどんバージョンアップしていくんです。さあ、果たして 5.0 になったら一体何になるんでしょうかね。 Facebook じゃなくなるかもしれないですよ。ちょっとね、若干ですね、なんて言うんですか、 Facebook でやるのがなんかちょっと古いんじゃないかみたいなコメント、メッセージもいただいたんですよ。で、どうなんですかね。僕は、まあ、そんなに、あ、そうですかみたいな、あんま気にならなかったんですけど、最近増えましたからね。ツイッターでも動画上げられるようになりましたし、まあ、Facebook でもそうですし、YouTube でもそうだし、なんかもう今って、ものすごくこう、ネット動画っていうのが普及しているじゃないですか。だから、なんかもう正直、もうどこでもいいやっていうのは本当にあるんですよ。もうどこだろうが関係なくねって思って。でですね、ちょっと嬉しいこと一つあるんですよ。まあ、そんなですね、ツイッターでも動画アップロードできるようになったんですけれども、僕ツイッターで、ちょっと嬉しいお知らせがあるんですけど、認証バッチついたんですよ。なんかこう、チェックしてるやつ。僕のですね、ちょっとツイッターのアカウント見ていただくとわかるんですけれども、ついたんですよ。こう、チェックがついてて。で、YouTube でも、僕の YouTube チャンネルでも、認証されてるんですよ。チェックついてて。で、Twitter でもされてるんですけど、Facebook のね、ページがね、なかなかなんかやり方がわかんなくて、認証の申し込みをするっていうのを、なんかね、一応その欄があるんですけど、そこから先に行けないんですよ。なんか認証の申し込みができない状態になっていて、これ何なんだろうっていう、すごい気になっていて、いや、で、なんでそもそも認証欲しいのかっていうのも、まあ、理由としてはですね、もう本当にただ単にネットが好きだから、なんかこう、そこの自分がやってる、なんか SNS から、やっぱこう認められるとちょっと嬉しいんですよね。嬉しいんですよ。なんで、ツイッターはですね、結構やっぱテンション上がって、うわ、来たーとか思って、ちょっと嬉しかったんですよ。なんで、もしですね、お時間ある方は、Facebook 終わった後に、
あのツイッターの僕のアカウント見ていただけるとこのチェックついてるので、うわついてるみたいな、ちょっとね、あの個人的に勝手に嬉しいお知らせです。今週はですね、このビールうまそうだったので買ってしまいました。ブルームーン、名前ですよね。もう完全にもう名前がちょっとこれいいなと思っていて、これはあれです、ホワイトペールなんで、やっぱねホワイトなんとかペールってうまいですね。最近気づきました。うん、美味しい。やっぱさ、あ、でもこれすごいさっぱりしてますね。あっさりしてますね。美味しいです。ただやっぱ 甘くてあっさりして甘くて美味しいです。ということで、まずですね、今週の天気をざっくりいく、ざくっと天気予報いきましょうかね。暑い、 あれですよ、今週はあれでしたよね、台風がね来てましたよね。月火とかは、月火水ぐらいまではずっと関東が天気悪くて、で木金あたりでね、あの東北地方がすごくこう台風ね被害が多かったんですけれども、ちょっとね来週からの天気もわりかしそんなに良くないんですよね。そうなんです、マジかと。全国的にですね、あの今日ですね、日曜日も、曇りばっかりですね。いろんなところは、東京は若干なんか一瞬晴れたりしてて雨も降ったんですけど、なんかよくわかんない天気でしたね。あれ見たんですよ、そういえば。あの全然関係ないんですけど、あ、関係ありますよ。まあ、東京にも台風来たんですけど、で水曜か木曜の時にあのちょうど台風が通過し終わった後の、あの晴れるじゃないですか、ものすごく台風一過っていうんですか。でたまたまですよ、あの近くの、野菜屋さんかなんかに行ったんですよ。本当にスーパーに一瞬こうちょろっと行った瞬間に、なんかこうちょっとこう天気いいなと思ってパッて見たら虹があったんですよ。虹がかかってて、でまあまあなんか普通の虹ぐらいだったらやっぱまあ、ああ虹だねって、まあそれは虹出るよね台風の後だからと思ってたんですけれども、こうちょっとよく見たらあの虹がなんと一つじゃなくて二つあったんですよ。ダブルレインボーっていうのがあの昔 YouTube の動画ですごい流行ったんですよ。なんか変なおっさんがあの、まあ、本当にその虹が二つあるぜイエーイっていう風にあの興奮しているだけの動画なんですけど、でそれがすごくこうあのブームというか、そのなんか一瞬の流行りになったんですけど、でまさかその僕はもう動画大好きなんで、でまあ、その動画の内容を云々にして、あの自分の人生の中で今まで一回もそのダブルレインボーっていうものを見たことなかったんですよ。で今回本当に見ることができてよかったなって思っていて、その瞬間をなんとかしてこう写真に収めたいなっていうふうに思っていたんですけど、あのやっぱね一瞬なんですよね、そういうのって一瞬なんですよ。でもうダッシュで家帰ろうと思って家に帰ってる間にもうそのダブルレインボーなくなっちゃったんですよ。だからやっぱりそういう時って、まあ、常に、まあ、スマホとかで撮ってもな、まあいいんでも、なんかこうねやっぱそういうのってあのちょっと思ったんですけど、やっぱりこうねあの自分の中の思い出に留めておくのがいいのかなと。でそれをですねあの誰かに話して、まあ、話すぐらいがちょうどいいんじゃねえかなと。まあ、インスタグラムとかね、いろんな写真とかでも上げられるようになっていますけど、最近は。でも、やっぱりなんかそういう話って、写真を見せる前に、あのね、そういう話をしてからの方がいいんじゃないかなと。まあ、そんなね、あの写真を撮ることができなかった日がみなんですけれどもね。まあ、やっぱでも今のところ結構あれですね、台風来ているみたいですね。台風12号がですね、九州の、ところをゆっくりと北上しているみたいです。明日の5日にかけて九州北部に、上陸する恐れがあります。九州は暴風や大雨に警戒してくださいとのことですね。なので、また明日から天気ちょっと良くないですね。ということで
ざくっと天気予報始まっていきますけど、北陸、東海、近畿、四国、中国、九州あたりはですね、傘マーク出ていますよ。で、関東から上の方はですね、曇りマーク、ただ釧路は、曇りのち雨です。 60% です。天気悪いですね、相変わらず。翌日もですね、なんか全、まあ、その多分台風が上に北上していってるっていうことなんですけれども、なぜかですよ。東京はね、あんまりね、被害受けないみたいですね。東京だけ 10% で、で上の方に行くに従って降水確率が 50% から 70% ですね。で、東京からし、南の方ですね、まあ、関西の方は、ちょっとなんかよくわかんない感じですね。これ関西、中国、近畿、東海あたりは、30% です。ただ北陸の金沢 70% で、四国で高知県はですね 60%、 鹿児島は 70%、 福岡はめちゃくちゃ晴れます。なんかよくわかんないですね。水曜日ですね、水曜日も全国的になんかよくわかんねえな、これなんかもうまずいですね。ちょっとよくないですけれども、関東から上の方は曇りです。あんまぐずついた天気っていうんですか。でそこから下の方はまた傘マーク出ていますね。なんか天気本当に悪いですね。9月の8日も全国的にぐずついた天気ですね。ちょっとずつ気温は下がっていきますね。30度を超えるところは沖縄だけですね。鹿児島30度、高知県30度、あとはだいたい30度以下になっていくということで、ちょっとずつ9月のね、あれですよ、秋の季節に移り変わっていくのかなと思いきや、金曜日になると、30度超えるところがポツポツ出てきています。ただ、東京から上の方はですね、曇りのち雨といった、やっぱ天気悪いんですね。なんか何なんですかね、本当に。東京から、関西の方はですね、曇りのち晴れといったなんか微妙なこう天気になるんですけど、気温もですね、30度ちょっと超えて31度、2度といったところで、いわゆるまだちょっと暑いですね。秋とは呼べないんですね。9月の10日土曜日、あ、よかった、雨マークがまず消えます。傘マークが消えますよ。消えます。ようやく消えて、全国的には曇りのち晴れといった天気でございます。気温もですね、そうですね、30度前後のところが全国的には多いので、まだちょっとやっぱ半袖でいいんじゃないですかね。来週の日曜日も、土曜日と同じ天気で30度前後といったところで、だいたい曇りのち晴れといったところです。なんで来週1週間まとめるとやっぱあんま天気良くないですよね、ということですよ。まとめると、あんまやっぱ天気良くないのはね、なんか嫌ですよね。なんかあれどうでした、皆さん、あのどうでしたか、あの台風、今回の1個前のやつだったじゃないですか。今週の台風が来た時に、あのなんか頭痛くなりませんでした。なんか気圧がなんだかんだとかっていうので、あの僕ものすごい頭痛くなったんですよ。本当にすっごい頭が痛くなって、これ何なのかなって思っていたら、なんか次の日ツイッターのなんかトレンド入りしている、なんかね、話題になっているトピックにも、なんかその台風が来て、あの頭痛がするみたいな人たちが結構いるみたいなったんですよ。皆さんどうでした？僕は結構ね、初めてだったんですよ。でなんかいきなりこう米髪がこうギャーってなったから、これって何なんだろうとか思って、いきなりね、風邪とかでもそんな風にはならないじゃないですか。だからちょっとびっくりしたんですけど、皆さんどうでしたか？ちょっともし、あの頭痛くなった人いたら、あのコメントで教えてください。 Facebook ではですね、コメントもできるので、ポッドキャスト聞いてる人はですね、聞き流してくださいではですね、そんな天気はですね、良くないんですけれども、あれ皆さん、僕あれ好きなんですよ。今日最初に話していきたいのは、あのあれでの話をしていきましょうか。あの SF の話をしていきたいんですけど、あの攻殻機動隊っていうですね、
あのアニメがあるんですけど、この TGM4.0、Facebook ライブとポッドキャストでもですね、あのちょっと話したんですけど、その攻殻機動隊の主人公草薙素子をスカーレット・ヨハンソンが演じるっていうのは、なんかそのやっぱハリウッドになると、なんでアジア人じゃないんだみたいな感じで、これは人種差別なんじゃないのか、やっぱり白人はなんとかだよねみたいな感じで、あのちょっとなんかそのね、あの炎上というか物議を醸していたんですよ、そのキャスティングに関して。ただですね、先々週か先週ぐらいにですね、この攻殻機動隊の実写版のキャストの写真がですね、リークされたんですよ。で、このなんかよくあるじゃないですか、最近リークって、誰かがこうね、わかんないですよ、なんかハッキングかなんかで情報が漏れましたみたいな感じで、意外とそれはマーケティングなんじゃないかなとか、なんかね、あのワクワクさせるためのなんか手段なんじゃないかなって思っていて、もうなんかリークっていうよりは、なんかもう普通に発表すればいいんじゃないかなっていうふうにはちょっと思っちゃうんですけど、草薙素子演じる、スカーレット・ヨハンソンのですね、あの実写版の写真も、リークされていまして、石川役の石川っていうキャラクターも出てくるんですけど、その人の写真とか、あとトグサね、トグサ、そうそうそう、リオのね、リオの閉会式の君が代とかもやっぱすごいなんかね、反響良かったみたいですね。安倍さんとかもね、なんかちょっと照れながら出てきましたけれどもねでもあの動画じゃないですよ、あの映像あれはすごい良かったですね。あの NHK がね、あの動画で YouTube チャンネルで閉会式の動画上げてるんですけど、あの10分ぐらいのやつあるじゃないですか、あれがほんとかっこよかった、本当にすごかった。あれはちょっとやっぱ感動しましたね。僕はちょっとやっぱ僕はいいなというふうに思ったんですけど、まあ、トグサも、そんな写真もありますし、斎藤のですね、写真があるんですけど、斎藤の写真ね、結構リアルですよ。だボーマっていうキャラクターいるんですけど、ちょっとね、なんかね、なんかこれ逆じゃねえ、ギャグじゃねえかなって若干思っちゃうんですけど、バトーいいですよ。バトーね、やっぱいいっすね。かっこいいっすね。これですよ、そういうことっすよ。で、その後ですね、荒牧さんっていう人がいるんですけど、あのアニメの中ではものすごい髪型をしているんですよ。もう本当にまあ、Mパゲですかね、ベジータみたいな感じの表のそのなんていうの、額をしていて、生え際がねベジータみたいな感じなんですよ。でベジータってこう普通に髪の毛がそのままパーンって突っ立ってるじゃないですか、じゃなくて、なんていうんですか、もうほんと角みたいな感じなんですよね、その荒牧さんは。で、なんとですね、その荒牧さんを演じるのが北野武さん、ビートたけしさん。最近ね、あのもうビートたけしっていう風に呼ばれなくなっちゃいましたよね、もう監督っていうイメージがついたのか、北野武っていう風になっていますけれども、未だに僕はですね、あのなんかビートたけしっていうイメージが強いんですけど、きっと思うんですけど、あの最近ね、あの最近のなんていうんですか、その最近生まれた人とか、最近の若い人っていうのもちょっと僕あんまり言うの好きじゃないんですけれども、おそらくね、ビートたけしっていうのを知らない人もいる可能性はありますよね、きっと。僕はそう思ってるんですけどね、どうでしょう。僕の中ではビートたけしです、いまだに。で、彼がですね、その荒牧さんに演じている、その写真もあるんですけど、この写真はですね、やっぱりあのまあまあまあそうなるよねっていう、あんまりね、あのアニメに寄せすぎちゃったらやっぱりちょっと良くないですよ。だからなんかちょうどこうなんかいろんな塩梅があって、こういろんな部分、いろんなねところでこうなんていうんですか、あ、そうだよね、そうなるよねっていう髪型になっています。でも結構興奮しますよ、あのファンとしてはね、嬉しいです。でですね、あのこのポッドキャスト TGM4.0 でですね、あの話したんですけど、あのね、前に SF 特集っていうのをやったんですけど、なんかもうよくわかんない僕がですね、暴走した回があるんですよ。疲れが溜まっていたかよくわかんないですけど、なんかもう言ってることが意味不明っていう回があるんですけど、でその中で、あのストレンジャーシングス、シングスっていうんですか、あのネットフリックスであの公開している、
独占で公開しているドラマがあるんですけど、でそれがすごい面白いって話をしていたんですよ。でそれがですね、もう海外アメリカですかではなんかすごい今このストレンジャースイングスっていうドラマがもうめちゃ流行ってて、なんかいろんな、僕もですねポッドキャストを聞くのが大好きなので、いろんな各所でそういう話題を取り上げられてて面白いと。ですごいこう昔のなんていうんですか、その80年代とか90年代のリメイク、いいところをこううまく復刻させているっていうので、すごいそれが今話題になっていて、でそれでいろんな記事とかも上がってるんですよ。で今回この Facebook のライブをやりますっていう写真を上げたんですけど、僕の Facebook ページに。でそのジェネレーターっていうんですか、ストレンジャー・スイングスのタイトルを作る僕ら一般人が、そういうウェブサイトもできたりしていて、それぐらいすごい人気があるんですけど、でこれシーズン1がもう終わっちゃったんですけど、なんとシーズン2やるんですよ。シーズン2やるんですよ。でこれが2017年ですとだけしか伝えられていないみたいです。で新たに、これですね、ちょっとストレンジャー・スイングス好きな人はおっとなると思うんですけど、終わり方もね結構ね、まあ、言わないですよ、言わないんですけど、終わり方がなんかこういや、はい、続くのか続かないのかみたいな感じの終わり方をしたんですけれども、でやっぱ続くんですね。新たに4名の新キャラクターが登場するみたいです。で舞台になった街の外での展開もなんか含まれるらしいですよ。現時点ではそのぐらいだそうですみたいです。見てますか皆さん、めっちゃ面白いですよ、本当に面白いですよ。若干X ファイルの復刻したやつがちょっとこうなんかこけちゃってるなっていうイメージがあるんですけど、このストレンジャー・スイングスはもうすごい面白いです。なんでHuluをですね契約している人はぜひちょっと見てみてください。全部見ちゃいますよ、これ一気見したくなっちゃいますよ。 SF といえば今週ですね、8月の30日に CNN がですね、書いた記事があって、これすごい面白いのが、なんと、ロシアの天体望遠鏡がですね、最近、地球から約94光年離れた、恒星系で発信されたと見られる非常に強い信号を捉えたらしいです。でこれは地球外生命体なんじゃないかっていうのが、記事を上げていて、で今ですねその、天文学者たちがですねすごく大きな、マジでこれマジっすかっていうので関心を寄せているみたいです。でこの信号はですね去年の5月に観測されたみたいで、太陽とよく似た HD164595 という、恒星の近くから届いたとされているみたいです。で、さらにちょっとごめんなさいね、これこの話こういう話超好きなんですけど、地球外生命体の、との交信を目的とする NPO があるんですって、METI インターナショナルのトップダグラスさんがですね興味深い信号だと指摘しています。さらにこれが人工的な信号だとしたら、その強さから見て明らかに人類を超える技術を持った文明が発したことになると話しています。じゃないの、じゃないんですか、宇宙人からなんじゃないんですか。でですね、宇宙旅行の実現に向けて研究を進める、タウゼロ財団っていう財団があるみたいです。で、彼もですね、これは高度な文明からの信号じゃないかと指摘をしています。ちょっとこれはワクワクしてきますけれども、ただ一方ですね、この信号が、宇宙人からなんじゃないかっていうふうに、言っている人もいるんですけれども、
別で地球外生命体の発見を目指す SETI 研究所の上級研究員のセスさんはですね、こうした文明が存在する場合どうして我々の太陽系に向けてこの強い信号を送ろうとしたのか、その理由は理解しがたいと話しています。何なんですかね、まあ、よくあるパターンはね、この地球を侵略するためのジャブ的なね、あるじゃないですか、よく映画とかドラマでも、あーこう地球人がなんか来たーみたいな感じで、うわー来たーやったーで、ちょっとコンタクト取ってみようっつって、でそこからこう反応を得るじゃないですか。でまあそのね、大体その発信を送るやつらが絶対悪いやつらじゃないですか。でなんか良くてもなんか最初はちょっとこう友好的な感じで、で実はなんか全員ぶっ殺すみたいな、で実はなんか全員、いやもともと地球にもう潜んでいるみたいな、でどんどん侵略していくとかっていう、だ基本的になんかこう有効ではないですよね、最終的に。やっぱ侵略しようっていうので、なんか資源が枯渇しているから地球をみたいな感じで、やっぱ絶対そういう感じじゃないですか。だからまあ理由としては絶対あれですよ、やっぱね、そういうことですよ、そういうことですよ、そういうことですよ。だから最近SF 映画とか SF のドラマが流行っているんですよ。だからですよ。でですね、この発見なんですけど、9月27日に、メキシコの、グアダラハラっていうところで開催される、第67回国際宇宙会議っていうのがあるんですね。でこれのさっき言った NPO 団体の、なんちゃらかんちゃらってやつで、この SETI、この部会で、議題トピックがですね話されるみたいです。何を話す、なんかいろんな、何なんですかね。でもまあちょっとね、気になりますけど今後どうなっていくのかなって思って、もう僕はもうこれ聞いた瞬間に、あもう終わったみたいな、終わった完全に来るっていうふうに僕は思っちゃいますけれども、皆さんどうですか、本物じゃないですか、どうですか本物だと僕は思ってますよ。でそんな宇宙に関する話をしたんですけれども、宇宙が大好きな人、宇宙にすごく強い興味を持っている人といえばですね、あれですよ、あの人ですよ、ジェフ・ベソスですよ。アマゾンの、設立者なんですけれども、でこの、彼ですね、ジェフ・ベゾスさんっているじゃないですか、つるっぱげのおっちゃんでこう、ね、なんかニコッとしてるおっちゃんがいるんですけれども、彼はですね宇宙が大好きだということで、いつか、僕は宇宙に行きたい、いつでも行きたいということで、彼はですね、ブルーオリジンという、航空宇宙企業を設立して、今ですね宇宙旅行を目指しているんですよ。誰でも気軽に宇宙に行ける、そんな会社を、そんな社会を作ろうということで、テスラっていう電気自動車を作っているイーロン・マスクっていう宇宙人がいるんですけども、僕はもう彼のことを宇宙人だと思っています。で、そんな宇宙人がいるんですけど、でその宇宙人も宇宙旅行をしたいみたいなんですよ。でジェフ・ベゾスももう多分ね、あの人もね宇宙人なんですよ。で彼も宇宙旅行を目指しているんです。なのでまあどっちもね、もう結果ね宇宙人なんですよ。で宇宙に、なんか宇宙人だから宇宙に行かしたいんですよ、きっと僕ら地球人も。で僕の中ではもう宇宙人っぽくないですか、どうですか、ぶっちゃけジェフ・ベゾス宇宙人っぽくないですか何言ってか分かるんですけど、なんかね、なんか宇宙人っぽくないですか、僕宇宙人だと思ってますよ彼のこと。なんか背中こう、ここら辺チャックとかついてますよ絶対、ここにでピッと開けたら出てきますよ、やっぱ何かが出てきますよ。ものすごいちっちゃいおっさんが操作してたりするかもしれないですよ。で故郷に帰れそうきっとね故郷に帰りたいんですよ。だからイーロン・マスクもそうだし、ジェフ・ベゾスも故郷に帰るための手段を探しているんですよ。そういうことですよ。でそういうことです。で、ごめんなさい、全然脱線しちゃったんですけど、まあ、そんな、宇宙人ジェフ・ベゾスはですね今アマゾンという会社を、やっているんですけれども、ただね彼宇宙人だから、まあ、基本的にそのもうアマゾンにはきっと興味ないんじゃないでしょうかね、わかんないです、勝手に思ってるんですけれども、アマゾンといえばものすごく
勤務時間が長いで、しかもすごく厳しいっていうね、なんかね、アマゾンのそのジェフ・ベゾスがその起業した本があるんですけど、昔ね読んだんですよ。ジェフ・ベゾス果てしなき野望っていう、本がビジネス書かなあるんですけど、その中でもですね、ジェフ・ベゾスがすごい厳しいっていうことを書いているんですよ。でなんかもう本当に怒鳴りつけて、なんかお前もう死ねとか、もうアホじゃねえのかバカとか、もうそれぐらいしか僕の表現ではないんですけど、すごい厳しいと。ですごい働かないといけないっていうので、辞めていく人もやっぱ多いみたいなんですけれども、そんなアマゾンがですね、なんとちょっとそろそろ勤務時間減らしませんかっていうことで、一部の部署なんですよね、一部の部署で週30時間労働を試験的に導入するみたいです。で、これはでも本当に、一部の部署らしくて、このプログラムは会社全体ではなくて、技術システムのデザインに関わるほんの一握りの小さな部署を対象にしているとコメントしているみたいです。なんか最近あれですよね、育休とか、サテライトオフィスとか、わりかしね、日本も少しずつ、本当に少しずつ、理解を示してきているんですけれども、なんかまだね、本当に建前じゃねえかなっていうふうに僕は思ってしまうんですけれども、そんな、フィンランドはですね、やっぱ北欧はですね、面白いですね。なんかもうやってることがよくわかんないですね。2016年の8月25日にフィンランド政府はですね、ベーシックインカム、前に話しましたっけ?ベーシックインカムっていうのは、毎月、例えばじゃあ5万、6万、10万とかをもらって、政府が、国が支給して、で、要はなんか、それを受け取って、働いて、部分でお金に換えるっていうのもそうなんですけれども、毎月お金を、もらって何か別のことをする、その働く時間 を別のものに変えようっていうのが、ベーシックインカムなんですけれども、おそらくで、このフィンランド政府はですね、ベーシックインカムの実験についての法案を提出していました。で、この法案はですね、現在失業手当を受け取っている人の中から無作為に2000人から3000人を選び出して、毎月6万4000を支給することになっていますっていう実験を開始して、じゃあ、こういった人たちが、ね、毎月6万4000円を、もらうとどうなっていくのかっていう、何をしていくのかっていうのを実験で見ていくみたいです。ただこの無作為っていうのがいいんですかね、まあ、2000人から3000人ということで、まあ、実験ですよね、完全に。だからなんか、その毎月6万4000円を受け取って、それでいいやっていう風になって思う人もいるし、そこからじゃあ毎月6万4000円もらえるから、新しい何かを作り出そうっていう人もきっと生まれるんじゃないですか、この2000人から3000人の無作為で選ばれた人たちが。っていうのをフィンランド政府は実験的に始めていくみたいです。ね、すごいですね。こんなことやっちゃうんですね。法案が通るとはっていうふうに思っちゃいますけど。きっとね、日本ではどうなってくるんでしょうね。こういうベーシックインカムっていうのが日本でも持ってくるんですかね。ちょっと想像がなんかよくつかないですけど、まあなんか日本でも今あの政府でしたっけが、ホワイト企業を公表するとか、なんかブラック企業を、ブラック企業なんだっけ、あれがありますよね、ブラック企業を公開するウェブサイトもありますよね。僕も昔 TGM で取り上げていたんですけれども、政府が確か、厚生労働省かなんかが、ごめんなさい、ちょっと詳しくはあれ調べていないんですけれども、ホワイト企業を公表して、この企業がすごくいいですよ、働きやすいですよ、いい企業ですよっていうのを、やっていったり、それこそさっき言ったその、育休をする企業に助成金を出したりとか、女性をたくさん雇う企業に助成金を出したりとか、なんかわりかしね、少子高齢化になるので、そういった部分で、女性をたくさんこう、これからね、どんどん採用したりとか、なんかその働くっていうことがこれからどんどん変わっていくでしょうか。
安倍さんがねなんかいろいろ言ってますけれども、いやそんなさっき言ったそのオリンピックの話にちょっと戻ると、8月29日これはですね、日経新聞が世論調査を行ったんですけど、安倍さんに4年後の東京オリンピック・パラリンピックまで首相を続けてほしいと思うのかっていう質問に対してですね、 59% が続けてほしいと思うと答えています。29% が、いやもう安倍さんはいいっすよっていうふうに、思っているみたいです。で、もともとですね、この8月9日から11日に日経新聞が、調査していたんですよ。世論調査をしていたんですけど、その時は反対が 45%、賛成が 41% だったんですけど、まあ、この急激な、なんかこの、いきなりこう、がらりと変わってしまったのは、オリンピックの、あれですよ、リオデジャネイロじゃなくて、ブラジルのね、言いにくいな、リオデジャネイロのオリンピックの閉会式で、ね、いい感じの演出をしたから支持が上がった可能性があるんじゃないかというふうに日経新聞は指摘しているんですけど、こんなにねガラッと変わっちゃうもんなんですね。安倍マリオが安倍マリオになったね、安倍マリオでガラッと世論変わっちゃうのも、まあなんかちょっとそうっすかっていうふうに僕はちょっと思っちゃうんですけどね。そんな安倍さんなんですけど、まあ、彼ね、さっき、どんどんその働き方を変えていこうっていうふうに僕話しましたけれども、すごいですよ。安倍さんがですね、今年の夏休み、結構休んでるんですよね。なんかその新聞とかを見てると、首相の一日、安倍首相の一日っていうのを載せていたりしてて、で、夏休みとかっていうのも、夏休みに入りましたみたいなのを載せてくれてるんですよ。で、安倍さん結構ね、僕も、読んでいくうちに、あ、結構休んでるなっていうふうに本当思っちゃったんですよ。で、これはまあいいか悪いかっていうのは全然置いといて、今回2回、そう、安倍さん2回ね、夏休み取っていて、あ、そうっすかと思って、最初にですね、先月、あ、ごめんなさい、7月に、7月の17日から約1週間ぐらい、ね、別荘に行って夏休みを過ごしたと。で、8月の9日から再度2度目の夏休みに入っていたということで、どうなんですかね、なんかこれだけ多く休みを取るっていうことは、こう国民に対、わかんないですよ、国民に対してもっと休みを取りましょうっていうのを先導して行っているのかなとは思うんですよ。僕はね、勝手にそう思って、もっと休みを取ろうぜ、だからそれを率先するために俺はもっとガンガン休みを取るぜっていうのを彼が率先したんじゃないかなっていうの、もしくは日刊現代がですね、体力に不安があるのではっていうふうに挙げているんですが、まあ真相はどっちか分かりませんがね、どうなんでしょうか。東京オリンピックのね話をしましたけど、小池さんですよ。そうなると、もうね、小池さん1ヶ月ですよ、もう知事になってから。この1ヶ月、約1ヶ月、彼女何をしてきたのか。7月の31日に、都知事選によって彼は、ごめんなさい、彼女は、なりました。で、8月の2日に、東京都庁に来ました。で、なんかこうね、いじめっぽいおっさんのなんかくだらねえ子供みたいな、仕打ちを受けると。で、8月の4日に安倍さんに会って、いや1本取られたね、これから仲良くしていこうねみたいな感じで言われましたと。その後にですね、オリンピックに関する話をしていって、8月の12日に築地市場ですよ、築地市場、築地市場の、業者と意見交換をして、8月の18日から24日まで、リオデジャネイロを視察しに行きました。彼女もね、閉会式出ていましたよね。で、その後ですね、まあ、ぼちぼちやっているんですけど、で、最近やっぱ話題になっているのが、この築地市場をどうするのかというのですごく、世間的にはね、取り上げられていました。築地から豊洲に行くっていう移転をね、どうするんだっていう話なんですけど、で、多分これ、僕、わかんないです、わかんないです。個人的な意見なんですけど、まあ、東京都民からすると、僕からすると結構気になるんですよ。で、しかも僕出身江戸川区なんですよ。江戸川区、いや、もともと僕江東区なんですよ。江東区の、西大島
っていうところが、出身っていうのかな、いや僕ねよくわかんないんですよね正直。その前に、タイに6年間住んでたんですよ。でタイに6で本当昔ちっちゃい時です。で6年間住んでてバンコクに住んでたんですよ。でその後に、江東区大島っていうところに移って、でその後に、船堀の江戸川区っていうところに行って、で今に至るんですけど、なんか出身どこなのって言われると、いやまあそれはもちろん東京なんですけど、東京のどこなのって言われるとよくわかんないんですけど、まあそんなね僕からすると、中央区築地市場ね、築地中央区ですから、で江東区も、豊洲は江東区っていうところなんですけど、すごいなんかそこら辺 の築地とか豊洲っていうのが、ここら辺が本当にこう僕の中ではザ東京っていうイメージがあるんですよ。それこそ渋谷とか表参道とか六本木っていうのはなんか東京都民、まあ、東京出身の僕からするとなんか嘘くさいんですよ。なんかこう寄せ集め感がありすぎちゃって、なんかこうなんか本当にうさんくさいんですよ。本当にうさんくさすぎて、なんか真ん中に行くに従うにつれて東京じゃなくなってくるっていうのがあって、銀座とか日本橋とかまであそこら辺はもう、うわーすげえな東京、東京だなと、かっこいいなっていうふうに思うんですけど、真ん中にねなんか行くに従ってちょっとずつ、いやもうこれはもう東京じゃないでないよねっていうふうに僕はやっぱ思ってしまうんですよね。あれはなんかまあそんな話をして、だからこそこの中央区の築地とか豊洲の江東区の、豊洲っていうのがものすごく気になるんですよ個人的には。でそもそもなんですけど、この築地 の歴史を調べてみると結構面白くて、で最初に言います。でこの築地の移転なんですけど、これ延期になりました。延期にしますと小池さんが発表しました。でなんかこれが延期したことが良かった良くないっていうのが今結構意見が分かれていってて、物議を醸しているんですけど、まあ、僕本人としてなんかよく分かんないです。でいろいろじゃあなんかこれ一体なんでそういう風になっているのかなっていうのもちょっと気になっているんですけど、でそもそもこの築地っていうのがやっぱり歴史的にはねすごくこう長いんですよ。でもともと江戸時代から続いていた日本橋の中央市場が1923年に関東大震災がありました。でその時に暫定の市場としてこの築地が始まったんですって。でこれが1900で始まったんですよ。で仮の場所だったんですよ。で1935年に正式に東京の中央卸売市場市場で、これで初めて1935年に築地市場、築地が誕生しましたと。でその後に60年代から70年代になっていくとどんどん発展はしていくんですけれども、人口が増えてきて東京の、ただ衛生面にすごく問題があると。で交通渋滞も社会問題になったみたいです。で火事がやっぱ多かったらしいんですよ。木造の建物が密集していたので、すごくその衛生面もの問題も指摘されたみたいです。で80年代から90年代に行くにつれてその建物を、建て替えますと、そういったのもあったりして、まあ、よくしていこうと。 で1999年あたりに、そろそろちょっと場所変えねっていう話が出てきだしたみたいですね。でその後から、ちょっとずつなんかいろんなこうねお金がかかってどんどん費用が膨らんでいくっていう、まあまさにあれですよ、オリンピックのね東京ドーム、東京ドームじゃねえやオリンピックのあったじゃないですか、ドームのね、あれどこでしたっけ、忘れちゃ、あちょっとど忘れ、まああれと同じ感じで予算がどんどん膨らんじゃっているっていうので、小池さんがじゃあ一旦ちょっと待ってくれっていうので、今はそんなところですよね。なのでまあ結構2001年に、豊洲に移転しましょうっていうのが決まったみたいです。でそこから、今はですね、なので15年間の間じゃあどうするんだと言ったはいいけど、じゃあどうしていくんだっていうのを言って、小池さんがじゃあ今ちょっと待ちましょう、延期しましょうっていうのが現状なんですよ。でじゃあ一体これ何が問題なのかっていうのを僕すごい気になって調べたんですけど、結構なんか大体まあなんか3つか4つぐらいなんですよね。まずはその豊洲に移ったら、豊洲の土壌は、すごく良くないんじゃないか、環境的には良くないんじゃないかっていうのを
言っているんですけど、ただ、もうですね、実はこれ、東京都がですね、849億円を投じて、土壌をきれいにしているらしいんですね。なんで、そんなに気にしなくてもいいんじゃないかっていう。あとは、交通の便がどうなるのかと。環状2号線で、築地に行くのが、どうなんでしょう。まあ、多分その工事費とかですかね。に従ってどうなるのか、またね、大変になるんじゃないかっていうところなんですね。で、今一番問題になってるのが、この延期をじゃあしますって言ったのはいいかもしれないんですけど、じゃあ延期するに従って、その、延期するために、その、お金がどんどんかかっていくんですよね。で、そのお金がどんどんかかっていきますけど、そのお金を負担するのは、税金で負担するので、東京都民ね、が負担しなきゃいけないっていうことで、まあ、延期するのはいいんだけれども、延期するたびにお金はかかっちゃうよっていうので、じゃあ、ね、いつ移転しないといけないのみたいな感じで、なんか結構そこら辺が、ね。あとは、豊洲に移転したら、で、その今までこうね、物流をどうしていくのかとか、卸の人たちが、そのね、築地から豊洲に移転した後に、まあ、スムーズにうまくいくのかっていうのも、きっとなんかそこら辺が、いろいろね、パッとこう移転したら、パッとこううまく切り替えられるわけではないから、どうなっていくのかっていうのがあるみたいですけど。で、ただね、小池さんがその今回延期した問題点っていうのが安全性なんですよ。その土壌汚染ね、もうちょっとちゃんとチェックしたいっていうのと、費用がどんどん膨らんでいきます。で、これなんで大きくなっていったのかを知りたい。で、あとは情報公開が、あまりにも少ないので、ちゃんと自分も情報を知った上で、見ていきたいっていうところらしいですね。結構面白かったのが、橋本徹さんいるじゃないですか。もっとね、大阪の市長で、彼のツイッターがすごい面白くて、で、彼はもう何て言うんですか、もう予算編成を出すことが、そもそもすごい先に力を入れちゃった方がいいよっていうのをツイッターで彼が言っているんですよ。築地の移転がどうとか、オリンピックの問題がどうとかっていうの、そんなんじゃなくて、まずは予算を出すことが大事なんじゃないかっていうふうに言っているみたいです。で、環境問題、その豊洲の土壌が悪いっていう風に結構なんか言われてるんですけど、東京都が、なんかちゃんとその出してるんですよね。そのこういう風に土壌汚染対策をしましたっていうのも、ウェブサイトで見てみると、全然僕言ってる意味わかんないですけど、なんかしっかりこう対策はと、やり終わっているんだなっていう、僕バカなので、ただ見てみると、まあ、それなりの対策はしているんだなっていう、まあ、橋本さんが言うぐらいだからね、橋本さんも、もうちゃんとやっていますよというふうにも言っているので、まあ、彼を信頼したいなと僕は思っているんですけれども。で、まあ、そもそもで彼のそのツイッターが面白いのが、ツイートが面白いのが、で、そのじゃ移転延期するために、どれだけいったお金がかかるのかと。で、じゃあそれを実際僕らが負担する、東京都民が負担するためにいくら負担するのかをちゃんと明確に言わないと、記者クラブは、都庁記者クラブは良くないよっていうふうにも指摘しているので、でも本当そうですよね。確かに、これいくらね、膨らんでいくのかなっていう、まあでもなんかどん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 膨らんでいくっていうのはね、本当にあれと似てますけどね。で、今後じゃあその築地の移転どうなるのかっていうので、まず8月の31日に小池さんが延期をしますと言いました。で、11月の7日が当初の移転の予定日だったんですけど、しません。で、まあ、それによって年末年始の繁忙期が楽になりますよね。そうなると移転したばっかりの後に繁忙期がバッてくると、結構大変な方たちもいらっしゃるので、まあ、そこが一回解消されましたと。で、1月の下旬に2016年ですね、に環境調査の結果が判明するみたいです。で、1月の下旬以降に、知事がですね、もう一回、結果の移転の時期を判断するみたいです。3月に卸売業者の決算期が集中しちゃうので、おそらく5月ぐらいに移転するんじゃないかっていう、2017年の5月に、豊洲に移転するんじゃないかっていうのが
今のところ有力なんですけど、まあいろいろ終わった後にねするっていうことなんですけど、まあそれまでね、約、まあ、約っつっちゃったらあれですけどね、それまでの間費用がどん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 膨らんでいくからどうなっていくんですかね。東京都民とかはまたなんか どうなっていくんですかね。それ使われるのが税金だと思うのなんか一概にこう難しいですね。なんか移転するのが今移転しても結局いろいろ大変になっちゃうし、伸ばしても結局お金かかっちゃうし、一体どうすればいいんだろうっていうふうに思っちゃいますけどね。まあまあまあどうなるんですかね。本当になんかよくわかんないですけど、でも結局どうなっちゃうんだろう。どう思います皆さん。僕もなんかよくわかんないです。なんかなそもそもなんで、まあこんだけ騒がれるのはわかるんですけど、なんかどうなっちゃうんだろう。なんか若干その今回のその築地のあの移転問題のやつがあのね、それこそ前回のあれですよ、あのドームね、ちょっと待って、ドームのあれの名前がすごい思い出せないので悔しいんですけど、オリンピック、あ、国立競技場だ、そうそう、国立競技場みたいな感じのこうなんか林立てるじゃないですけど、なんかちょっと割とこうね似ているような気がするんですよね。お金がどんどん膨らんでいくまでを言って、でそれだけこうメディアがこう林立ててなんか悪い方向に持っていくけど、で肝心、まあ、橋本さんのツイートで、まあ、参考にすると、まあ、あ確かにと思ったのが、じゃあ肝心のお金はそのお金は一体どのぐらいかかるのかっていうところは特にこう言わず、とりあえずね、あのネタ的に面白いからどん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 とりあえず林立てるみたいな感じが似てるんですけどね。まあ多分5月ぐらいになるんじゃないかっていう意見が多いのできっとそうなるんですかねと思いますけど、なんかもうよくわかんないですね。ね、お金そんなかかっちゃうんですね。あれですよ、あの今週おすすめの動画の話をしたいんですけど、今週ですね、今から5日前ぐらいですかね、で今週、建造ワールドっていう動画がすごく、びっくりしたんですけど、これ皆さん見たことありますかね。もともとあのスパイク・ジョーンズっていう監督がいるんですけれども、ね、彼がミュージックビデオを昔いろいろ作っていて、で今回そのスパイク・ジョーンズがですね、その建造ワールド、でそもそも建造っていうのが、これはですね、ファッションブランドなんですね。でこのファッションブランドのために新しい香水の建造ワールドっていうキャンペーンの動画を作ったんですけど、その動画がこうなんかもうものすごかったんですよ。なんかなんじゃこれやって最初見て思って、で最初、Vimeo っていう、動画プラットフォームがあるんですけど、それで見てなんだこれとか思って、なんかよくわからんなとか思って思っちゃったんですよ。まあ、簡単にすごいざっくり言うと、もうあの女性がいきなりこう踊り狂うと、始終もう最初から最後まで踊り狂うっていう動画なんですけど、であのあとちょっと調べてみると、でこのその踊り狂っている、この振り付けを担当したのがあのシーアの、シャンデリアっていうミュージックビデオがあるんですけど、皆さん覚えていますかね。あのね、あのワンツースリーワンツースリーでしたっけ、あのなんかもうものすごいぐっちゃぐちゃに暴れまくるっていうやつあったじゃないですか。でその振り付けを担当した人が、その今回の動画もの振り付けも担当したっていうことなので、あそういうことかと見た時に、あなるほどねとあの合点が言ったんですけど、であのさらに面白いのが、もともとですね、まあ、スパイク・ジョーンズが監督をしたんですけど、ファットボーイスリムっていう、ところの、ウェポン・オブ・チョイスっていうミュージックビデオがあるんですけど、でそれにすごい似てるんですよ。で、似ているっていうことで、そのね、インターネットが好きな人は暇人ですから、ほぼ嘘です、その似ているっていう指摘をする、2つの今回の建造ワールドと、ファットボーイスリムの、ミュージックビデオを組み合わせた動画が、
ご丁寧に作っていてくれてて、見てみると確かに似ているんですよ。でファットボーイスリムもおじさんがいきなりこう踊り狂うっていうので、こうなんか結構なんか世界観がなんかもう、なんかもう暴走しまくりじゃねみたいな。ただなんかファットボーイスリムの方が結構映像はなんかこう要所要所整っているというか、建造ワールドやばいっすよ。もうなんかもう踊り、本当に踊り狂うっていう言葉が本当にまさにそうなんですけど、でもう全然これ香水関係ないんですよね。もう全く関係ないんですよっていうところがミソです。見終わった後にこれ香水関係なくねみたいな、本当に一番最後にちょろっとだけ出るんですよ、香水の。すごく一番最後の大事なシーンとかも香水、そのね、ロゴですか、建造のとか、まあ本当にだから最後の最後でこう印象に残るみたいな感じになっているのでね、なんか本当にこうザ香水ザキャンペーンっていう感じじゃないから、なんかそこが良かったっていうのもちょっとありますけど、ということでおすすめの動画はですね、この後にですね、ポッドキャストとフェイスブックの、説明欄に載せておきますので、興味がある人はちょっと見てみてください。3分50秒ぐらい、3分半ぐらいなんですけど、約なんかすごい不思議な感じになります。本当に不思議な感じになります。ということで、そろそろ1時間経つので、今週はここまでにしたいと思います。先週ですね、お休みいただいたんですけれども、先週本当はステッカーの当選者発表しようで、ごめんなさい、ですね、まだステッカーは、制作中なので、今回ステッカーの当選者を発表しても、そちらに到着するのがちょっとね、遅れます。9月の末とか今から発表しても結構遅くなっちゃうので、聞き流すというか、まあ、あんまりこう当てにしないっつっちゃったらおかしいんですけど、ちょっと長めに多めに見てください。で、先週と今週の2週間にわたってステッカーの当選者2人ちょっと発表させていただきたいと思います。まず1人目は、これね、ごめんなさい、読み方間違っていたら申し訳ないんですけど、トジケンタさんという方です。コジケンタさんかトジケンタさん、おめでとうございます。もう一人はですね、上田浩太さんです。なので、とじさんと上田さんでございます。おめでとうございます。ただ、このステッカーね、でもこれ枚数少ないんですよ。意外とね、結構配ってたら少なくなっちゃって、制作ステッカーが作り終わった後にすぐ、送りますということなので、今週と先週と今週、ステッカー当選おめでとうございます。でですね、ステッカー欲しい方はですね、もしいらっしゃったら、このアリゲーターステッカー欲しい方いらっしゃったら、Facebook ライブをですね、見てくださっている方はですね、シェアをするっていうボタンがあるので、そこを押して、こう、ね、こういう、なんていうんですか、好きそうな人に教えてくださいよ。で、そのシェアをしましたっていうのも、僕の Facebook ページのメッセージ、にアリさんシェアしましたよっていうのを言っていただけたら、おめでとうございますと、もうあなたはステッカーもらえますよっていう連絡をします。で、ポッドキャストを聞いてる人はですね、だいたい毎週水曜日か木曜日にポッドキャストを更新しましたっていうお知らせをしますので、それをシェアしていただくと、またですね、シェアをした後にアリさんポッドキャストもシェアしましたよっていう、だからステッカーくれよっていうことを言ってくれたら、じゃあ分かったよ、じゃあ送ってやるよっていうふうに、僕も、連絡を送り返しますので、基本的に、誰かに、おすすめをしたら、自動的じゃないですけど、誰かにね聞いてほしい新しい人に、こういう人に聞いて、こういう人にぜひちょっと紹介してみたいなっていうのをやってくれたらステッカーあげます。なんで基本的にそういう感じで、やっておりますので、よろしくお願いします。誰かにシェアをする、誰かにお知らせをする、こういうのが好きそうな人にねお知らせをして、そしたらステッカーもらえますよということで、よろしくお願いします。そろそろ1時間経つのでここら辺で失礼したいと思います。やっぱなんかあれなんですよね、まだねちょっとね、なんかやっぱあれですね、冷房を使ったりする機会がちょっと多いので、
なんかね、喉がね、ちょっとね、ちょっと痛いんですよ。まあ多分、9月ぐらいになってきたら、ちょっとずつ冷房を使う機会も減ってくるので、なくなってくるんじゃ、声、その喉が痛くなくなってくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、ね、まあ、ちょっと皆さんもですね、体調にはくれぐれも気をつけてください。まだね、暑い日々が続きますし、あとは、台風とかね、どんどん天気も悪くなっていますの で、ね、特に台風とか来ると本当に危ないので、それこそこう無理して外出するのも避けてください。危ない時はもう家でね、じっとしてるのが一番だと思いますので、無理せず、ね、行動をしましょうということで、今週も最後までここまで聞いてくれてありがとうございます。ではまた来週の日曜日の夜8時に、Facebook ライブでお会いしましょう。以上、アリケーターによる TJM4.0 でした。じゃあまた。